どこに行こうか。秋のもみじも冬の雪もあなたと見たい、あなたといたい。モニア個人配信の案件を増やしていきたい。絶対そんなこと言ってない。言うわけない、あいつがそんなこと。どんな発言だよ。絶対言ってない。クリップ見てって絶対ない。なお絶対言わないわ。もう案件ってたまにやればいいと思う。たまにでよくない案件って。まあ月に1回でもまあいいんじゃない。月に1回ぐらいじゃない、多くて。こんなことないか。でも重なる時もあるからな、なんとも言えねえな。自分に興味があるもので視聴者も興味あるものだったら別に毎日受けたっていいと思うわ。別に視聴者も楽しめるんだったらいいんじゃない。めちゃくちゃいい子だと思う。何クリップって。結構俺も最近なんか結構逆張りしてんじゃん。俺も今逆張りしてて、個人配信より案件配信増やすって俺逆張りなんだよ。俺の、まあ、俺のセオリー逆張りだから。俺マジこれ今俺の人生で今セオリーなんだよね。逆張ってなんぼするって。逆張ってなんぼ。本当に言ってた。まあ冗談でしょこれは。でもコメント欄もいいねって書いてあったよ。でオニアの案件配信が需要あるんじゃない。いいねってですよ、みんなコメントの人たち喜んぜよ。オニア視聴者喜んだからいいじゃん。いや視聴者が喜ぶんだったら俺いいと思うけどな。コメントも逆張り。コメントも本当は嫌だと思ってるけど、本当は嫌だと思ってるけどってこと。何そのコミュニティ、恐ろしいコミュニティなんだけど。それ泣きながら打ってるってこと。いいねって泣きながら泣いてるんだ心は。いやもう案件やめてくれって思いながら。へえ。でもオニアも泣きながら案件受けてるよ多分。オニアも案件受けたくないんだよ。逆張りしてるからしょうがない。さすがに。でもあいつが案件を辞めた時に完全体になることは確定してる。あいつが案件を辞めた瞬間あいつはもう最強になれる。オニアが発表されてるだけで今月10個案件あるよって。あいついくら稼ぐつもりなんだ。あいつ超金持ちじゃん。羨ましい。正直俺こんなせこせこやってさ120万円っていうさ、もう200時間やって、あいつ多分さ案件10個でもうだって千万でしょ多分。100万。もうさ絶対勝てねえわ。無理だわそんな。どんだけ案件の需要あんだよあいつ。すごすぎんだろ。オニア3だわあいつ。俺からするともうオニア3です。あいつはオニア3でしょ。すごいな。